プロジェクションマッピングとライトアップで狩野の観葉樹が幻想的な光景に包まれました。狩野の新たな地域振興イベントとして、カノンこと清流フェス光の静寂庭園モダニズムが11月8日から17日まで名刹観葉樹で開かれました。毎年恒例となっていた冬花火銀嶺の舞が今年3月でファイナルとなり、地域活性化を図る継続的なイベントとして地元有志のカノンことプロジェクトが企画しました。観葉樹の曲水の庭では水墨画のように動くプロジェクションマッピングが行われ、同時に紅葉をライトアップし来場者を魅了しました。令和10年度に観光拠点施設が整備されるのに合わせ、観葉樹から清流通り一帯を演出する継続的なイベントとして発展させる計画です。プロジェクションマッピングの一部をご覧ください。狩野の交流人口や関係人口を増やす恒例のイベントとして発展していくことが期待されますね。